もしもーし。もしもーし。よいしょ。はい、今日もね、録画でいってみましょう。今ね、ちょっとライブと間違ってました。録画でいきましょう。録画だと楽だね。時間もゆっくり使えますからね。まあ、これはね、ドル円なんですけれども、案の定ちょっと上がってきたね、これね。4時間足のですね、75移動平均線ですね、これね。75ね、当たってジャンピングして、当たってまたジャンピングしましたね。ちょっと上がってきちゃうかもしれない分かんないね。ただ弱いんですよね。上がったらすぐに下がるから、次でこう下げてくちゃうかもしれないね。だからちょっともう少し様子見てですね、確実にこの4時間足、確実にですね、この4時間足で75移動平均線をこう明確に割ってきたと、ここら辺までね。そしたら、ショート入れると。これだったら113円30銭ですね。今113円70が、70あるからね。今113円70あるから、反発して上がっちゃうかもしれないからね。ここら辺まで来たら、まあいいかなと。まあ本当はこの辺なんですけど、110円05とかね、5銭とかね、まあこの辺だったらまあ確実とは言えるよね。仕入れればまあこうしゃくり上げてね、こうやってまた行かれたりしないからね。まあ、この辺を気をつけないといけないな。あんまり欲張るとですね、持ってかれちゃうんでね、気をつけてくださいってことです。そうですね、まあ僕はねまだショット入れてないんですけど、まあね、だいぶね、安定感を持たせてやりたいんで、まあこんだけ上がったんでね、本当はこの辺からも安入れたかったんだけど、まあちょっとやめときました。ひょっとしたらここでね、またこう行っちゃうかもしれないからね。ここら辺なんか余裕でこう行ってますからね。こんなにしゃくり上げてますから、これもう、ここら辺までしゃくりますからね。なので、全然まだしゃくり上げがあるから、ですよね。まあ、今週末にね、日本の衆議院選挙終わるんで、まあ上げたとしても今週いっぱいなんですよね。だ来週からはまあ下がるから、まあもう一回ダブルトップつけんじゃないかなと僕は思ってますね、ここまでね。来週の、今週の金曜日ですね、今週の金曜日の真夜中ですかね。そしてまあ土曜の朝にかけてこうやって落ちてくると、こんな感じだと思うんですよ。ダブルトップつけないと格好つかないんで、なかなか下がらないんですよね。で今ちょっと様子見の方がいいかなと思ってますが、まあ、皆さんはいかがでしょうか。そうですね、はい。あとビットコインなんですけども、今日はね、
買い物に行ってですね、のど飴買ってきました。事前にね2つ舐めといたんですけど、そんな効かないですね。ビットコイン今日すごい上がったね。どうしたんですかこれ。ぐん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 って。717万ですね。すごいですね。まあ一時こう760万あったけどね、またすごい下がっちゃって。680万まで下がったんですよね。まあ680万でも全然すごいんですけど、また700万円台乗せてきてですね、まあちょっと下がってますけどね、落ちるかもしれないし、まあこれもですね、ドル円と一緒でダブルドップつけると思うんですよ、今週金曜日に。こんな感じでね。でまあただこっちは補助金が出るからね、上がっちゃうかもしれないね。ビットコインは補助金が出るんでね、まあそれでみんなまた投資しますからね、まあ1000万はいくでしょうね。はい、あとまあさっきね、ヤフーの方でですね、暗号通貨ということで検索してたんですけども、ドージコインが下がったということでですね、あの例のイーロン・マスクがもう一切保有してないというふうにツイッターでつぶやいたということで、余計なことつぶやくなっていうことなんですよね。296兆円ですね。下がりましたね。ビットコイン719、イーサリアム47万4000、すごいいいですね、いいですね。カナダのような240円、まあそこそこ。ああ、リップル抜かされましたね、ソラナにね。ボロキアドット5000円。ああでもドージコイン30円来てるよこれ。古い記事ですね。それとも柴犬コインの方なんですかねこれ。こっちの方ですかね。そもそも安くなっちゃってたもんね。わかんないですね。同時コインと言ってますね。わかんないですね。まあそもそもの話、同時コインはただの両替通貨ですから、その目的しかなかったですからね。その同時コインが、まあ、まさかね時価総額9位に来るはずがないんですよね。だからまあじわじわと下がっていっちゃうと思うんですよ。だからあんまり長く持ってない方がいいですよ、同時コインは。ただイーロン・マスクの孫がね、かわいいって言っただけなんですよね。ほんで上がっただけなんですよ。でもいつまでもかわいい。
可愛いだけでね、値段が上がったらどうしようもないからね。うーん。